はい、皆さん、こんにちは。えりしと申します。本日はですね、天国と地獄第6話の考察をしていければと思っております。今回もちょっと早速ですね、いろんな角度から考察していければと思うんですけれども、本当にもう謎が <laughs>、謎を読んでおりますので、まず、ちょっと今回のこの動画、考察の方向性からお話しさせていただきたいと思うんですけれども、今回も、あの、東ず也さくやが出てきたりとか、あとまあ前回出てきた戸田和樹が実はまあそこまで重要じゃなさそうだったりって感じで、ちょっとこう、 直近の新事実に、視聴者がこう、翻弄されているところがあるので、本当こう、木を見て森を見ずじゃないですけれども、直近に出てきた怪しいと思うところに、意識を集中させな、いように私は、あの、冷静に言おう言おうと思って、ちょっといろいろと今日も動画の構成を作ってみました。で、まあ、その理由としては、まだ第6話ですよね。で、毎回こう、予想外の展開に今なってきているので、全、まあ、10話から11話というふうに考えたときに、 今回のね、この第6を終わった時点で、こいつが怪しいっていう風になって、来週そいつが怪しくて犯人でしたパッパカパーって形で終わるわけに絶対ないじゃないですか。ってことを考えると、まだまだ隠れている事実とか、もしくは、その、直近の怪しいっていうところにばっかり目がいっていて、大事なところに目がいっていなかったりってことが絶対にあると思うので、ちょっとこう俯瞰してね、いろいろと物語を見ていきたいなというふうに思っています。で、プラスして、 登場人物たちができない考察にはちょっと冷静になろうかなというふうに思います。まず例えばなんですけれども、えっと、主題歌ですね。主題歌のただいまの歌詞がこういう歌詞だからきっと結末はこうだみたいな考察とかも多くあるんですけれども、登場人物たちがそのドラマの中で犯人であるとか真実にたどり着いていくのに、 主題歌の考察っていうのはできないじゃないですか。つまり、物語が今後ストーリーテリングしていく上で、結果的にその蓋を開けたら、確かに多分主題歌は、あの、ドラマのことをモチーフに作詞もされているので、もちろんヒントにはなると思うんですけれども、そこをその、なんていうのこう、落ち予想には使うべきではないなというふうに思います。だから、あと登場人物の名前とかですね、まあ、月が入っているとかっていうところ、まあ、月は新月うぬとか、あの、そういったところは、 あのドラマのの中でで言われているのでそういう部分はもちろんヒントにするんですけども、例えば、望月綾子の綾子がサイコって読めるのが気になるとか、そういった考察とかもあるんですけれども、そういうのっていうのは、そのドラマの中では絶対そういう考察というのはされないので、そういった登場人物たちがドラマの中でできない考察っていうのは、基本的には私は冷静になってちょっと見ていこうかなというふうに思います。面白いんですよ。どあのいろんな考察私もあのネットで見たりしますけれども、すごく面白い説得力もあるんですけれども、私はちょっとこう冷静にこう木を見て森を見ずにならないようにするためには、 そう,そうだそうだそううだだっていかないでちょっとこの登場人物がこのドラマの中でできるその理論的な問題解決というところに注力というかあのフォーカスをしていきたいなという,ふうに思っていますであとは前回のこの第5話が終わったあと戸田和樹が入れ替わってんじゃねえかってまあ大盛り上がりしたわけですよ私もその説書いたんですけれどもなんですけどももうなんか裏切られたような形じゃないですか ですかであとはその中川清さん演じるつくまが怪しいと思ったらもう逮捕されてるんでどう考えても今回は、まあ、要はもろもろの中では真犯人ではなさそうってところがあるじゃないですかなのでその大半の人の子が、まあ、第6今回第6話で前回第5話とかこの辺で多分この人が怪しいんじゃないかっていうふうに思って。 大半の人がそういう風に予想している結末にはまあならないんだろうなという風にも思っています本当にこう多くの考察班の予想の上を言っているので。 うん、すごくその辺はあのー、だからまだまだ分からないと思っておりますであと複雑すすぎるオチにはならならいと思うんですよこれあの前回の動画でも少しお話ししたんですけれども要は多分何か大きな目的ってのがバカーンと分かりやすいのがあってその目的をもとにオチを考えるとあだからこことこことここがこう入れ替わっていたのかとかだからこいつが真犯人なのかっていうふうに1個バーンとテーマがちゃんと分かればあのシンプル。 になってんじゃないかなと思います。もちろん入れ替わりは複数発生しているんじゃないかなというふうには予想しているんですけれども、多分、一個テーマが分かれば複雑すぎるような状況にはなってないと私としては考えています。なのですごくもう頭がもう本柄がらってわけわかんなくなっちゃったって方は、もう木を見て森を見ずじゃないですけども、ちょっと一歩引いてですね、えー、俯瞰して見ていくとよろしいんじゃないかなというふうに思いました。で、今回、まあ、確実に来週以降、まあ今日の動画含めて考察していく上で、 多分テーマ、その大きい何か一つの,この命題というか、になっていそうなのが、漫画ですね。漫画で今回、そリクが、えっと、心持月のえっと日高に電話で話してましたけれども、漫画の中では、法では裁けない悪い奴ら殺していくっていうのがですね、このえっと暗闇の清掃人の中には書かれていると。その中でその数字によって指令をしていくってことが出ていたんですけれども、これはおそらく、その数字がね、あの、実際、 あのスプレーでで書かれて,い,ていたりもするので、うん、これがおそらくその目的なんじゃないかなというふうには思います。なんで、法では裁けない、まあ、法で実際裁けるのかもしれないけれども、まあ要は復讐というか、怨念の下の,そのなん処罰というか、お仕置きというか、えっと、そういったものが繰り広げられているんじゃないかなというふうに思います。なので、それを考えると、まあ、日高本人か誰かはわからないですけれども、 誰かしらがその今まで殺されてきた人とか今回殺されそうになった人間含めてですね、あのー、その人たちを裁きたいとまあ思っている人ないし勢力がグループがいるというのは軸になってくるんじゃないかなというふうに思いますだから逆に言うとそこのところの目的が多分最終回までは明かされないんだとは思うんですけれどもそれが分かるとさっき言ったようにシンプルにえと物事が見えてくるんじゃないかなというふうに思います で、それが多分実際にえっ、ー、と。じゃあどの辺の界隈がそれを起こしているのかってことなんですけれどもまあ、日高もしくは日高入れ替わりと関連する日高と関連する。関するってちょっと変ですね。関連する復讐劇じゃないかなというふうに思っています。これどういうことかというと、私前回の動画でこの図を出したんですね。まあ、ちょっと当たって、あの轟月は完全にミスリードだったんですけれども、あの要はですね。 やっぱり殺す動機っていうのが日高家もしくは日高家と連関連する、まあ、殺さざるを得ない人たちが順番に殺されていて残りのリストの人たちも日高,日高家もしくは日高が何か怨念を持っているんじゃないかっていうのがこれは前回の動画で私がえっと提唱したものでございますそうすると日高本人と日高の妹あとこれはミスリーよでしたけれども戸田和樹それからまあおじいさんですねらの誰かが関連している全員じゃなくてもそして まあ他にも多分まだアリバイが潰せていない誰かも関連しているんじゃないかっていうのが私これ前回のえっと放送の時に唱えた説というか一つのものでございましたなんですけれどもこの説はなかったですね戸田和樹がなんかこの辺入れ替わっているって説はえっとなかったんですけれども多分そのやっぱり今のねその持月の中に入っている人間がちょっと女性っぽいってところもあるのでやっぱりなんか女性が 一人いて、その女性と日高が入れ替わって、で、日高ともちづきが入れ替わって、結果的にやっぱり今、もちづきの中は女性なのかなっていうのは、なんかその女性っぽさ含めてですね、えー、考えられる部分ではあるかなと。この可能性はまだ捨てきれないんじゃないかなというふうに思っています。ただ、あのー、考察で色々とこう、激論が交わされている一つに、要はジェンダーフリーというか、その別に女性っぽい男性、男性っぽい女性であるとか、男性が好きな男性、女性が好きな女性、それで普通じゃないですか。なので、そういったものが描かれて ていいる可能性っていうのははもちろんゼロではないのかななといいう,うには思っていますなんでまだまだちょっとわからない部分はあるんですけれども、まあ、やっぱりその結局その法では裁けない悪いやつらを殺していくってことを考えるとまあ、日高本人かもしくはその日高刑、まあ、日高系なんかちょっとわかんないんだけれどもの関わるその過去になんか怨念を持った人たちを殺しているのかもしくは日高本人じゃないけどこの A さん こっちになると日高じゃないわけですよね。日高じゃないんだけども、A さんがその関わってきたなんか怨念ある人物たちを1人ずつ成敗しているのかというような形がまあ考えられるんじゃないかなというふうに思っています。なので、日高か日高入れ替わりと関連するという感じでございます。 でですね、まあ、このドラマはその伏線が綿密に張り巡らされているんですけれども、まあ、ミスリードを呼ぶ伏線も多くあるってことは、もう皆さんも認識されていることだと思います。まずつくもですね。つくもは大事は出てきて、私もちょっとつくも怪しいという,うに言ったのは申し訳なかったんですけれども、まあ、ちょっとそういった形で怪しいと思っていたら、前回すんなり逮捕されてしまって、で、今回は警察に交流されているので、それを考えると今回の一連の話に対してつくもはですね、身動き取れないわけでしょそういうことを考えると、 つくもん黒幕説っていうのは、まあちょっとなさそうだなっていうふうに思いますよね。あと前回の動画の動画じゃん、前回の放送の最後で戸田月が出てきて、戸田月が犯人か入れ替わってるんかみたいな感じで大盛り上がりしましたけれども、あのお金に困っていただけだってことが分かりましたので、戸田月に関しても、前回すごくこう大盛り上がりしたけれども、違ったよっていう感じですよね。もちろんあのヒントにはなっていたけれどもね。で、今回の放送、放送の中で伏線回収されたんでよかったんですけれども、今回は日高が一見そのね、首を絞めて、 殺したたと思ったら、えーと見,た目望月ね、見た目望月の日高がその殺したあ首絞めて殺しちゃったみたいな感じでこう、ね、ツイッターとか見てても、えー、なっておりましたけれどもそしたら実は殺していなかったっていうのが今回第6話の中で両方とも描かれましたで何を言いたいかっていうとその日高が殺したか殺してないかとか戸田和樹とかつくもとかが重要なのではなくてそういった形で本筋と 関係なくて我々視聴者を翻弄させる演出が入っているっていうことを認識した方がいいってことなんですねまあ、なので現時点でその残っている複製に関してもその実際の結末というか本当に確信に迫る 伏線じゃない部分っていいうのもまだまだだあるんじゃないかなという,ふうに、えー、予想ができますわか,かんないですよ。どれがどれかわかんないけれども、例えばおじいさんが階段から落ちて亡くなったってエピソード、まだ伏線回収されてないけど、それが重要なのか重要じゃないのかっていうのも、まあからないですし、まあ言うならば、だから、東朔也とかね、このとわだげんとかっていうのも、本当に重要なのか、ちょっと、まあ東朔也は多重要だと思うんだけども、本当に重要なのか、 もしくはその戸田和樹みたいにあまあきっかけの一つかって形でしれっと終わる可能性とかもあるのでなんかこうだからこそこのさっき言った木を見て森を見ずになってこれも一つの,なんかその東朔也が気になる気になるみたいな感じで戸田和樹戸田和樹戸田和樹ってなると一瞬にして裏切られるっていうのがこのドラマのすごいまあ伏線の張り方という感じでございます褒めてますからね全部これ。はい じゃあその上で、えっ、ー、と、例の東朔也がですね、まあ、確信であるのか否かってところを、えー、突き詰めていきたいと思うんですけれども、うん、私はね、あの、戸田和樹よりは重要っていうか、多分来週翻弄させる,させるような、えー、人物、もしくは偽名とかそういった形だと思うんですけれども、おそらく今回の第6話において、望月が、えっ、ー、と、中身日高の望月が、 アズマサクヤを死亡リストで検索していましたよね。で、あのー、来週の第7の予告編を見ると、まだ生きてんのかよっていうふうに言ってるんですね。多分それ、アズマサクヤのことだと思うんですよね。ってことは、 でしかもなんあのここ2つの解釈が SNS でも入り乱れてるんですけどこの東咲夜を死亡リストで検索していた中身日高の望月がすごく不安げな表情をしていたとで私の解釈は死んでてくれ死んでてくれ死んでてくれっていう解釈なんですよそれを多分心の中で思ってるのが表情に出てるんじゃないかと思うんですよこれ来週の予告編の,そのまだ生きてるのかよっていうのを照らし合わせてもだけれども,も,ちもちろん全く逆の解釈をされてる方もいてその 東咲夜生きててくれ、生きててくれ、生きててくれっていうような表情をしているっていうふうに SNS で言われてる方もいます。もちろんその可能性もゼロじゃないと思うんですけども、私多分来週のその第7の告編でまだ生きてんのかってセリフを考えると、東咲夜は死んでて欲しい。中身ひ高かのもちからすると、すでに死んでて欲しいけれども、実は生きていてそれによって、なんか来週どうやら中身ひ高かのもちが、なんか叫んでいたりとか、もうおしまいだって言ったりとか、なんかピンチに陥ってそうな描写があったので、 東咲也が生きている中身が誰かとか実際が誰かとか偽名なのかどうかとかんないけれども生きていることによって翻弄される可能性ってのが出てきたんじゃないかなっていうふうに思います。ってことはつまり中身日高の望月は東朔也のことを死んでてほしいってことを考えると望月自身が今ままざま何か。 隠しながら、まあ、今回人を殺さなかったけれども、まあ、なんかその殺人の一連になんか関与してんだかしてないんだかっていう怪しい描写に関して東朔也が黒幕とか実行犯ってことはないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だ今回その要は 殺そう、殺されそうになった人が殺されなかったじゃないですか。で、もしそこに、あずまさくやを待っていたのだとしたら、死亡リストの検査かけないと私は思うんですよ。うん、だからそれを考えると、あずまさくやは絶対キーパーソンとしてなるけれども、まあ、今回の、要は第5話の最後で戸田和樹が出てきて、で、あの、蓋を開けたら、我々の予想してたのと全然違ったっていうのと同じように、あずまさくやは今回、あくまでも最後に出てきただけなので、 予測がつかないんですよねなので、現時点では。なので、そこはもう来週を待つしかないのかなというふうに思うんですけれども、でも、黒幕実行犯ってことは、だから、私としてはないんじゃないかなというふうに思います。まあ、逆に言うと、そのさっき言った通り、多くの人が、あっ、てことは、東朔也と日高は入れ替わってるのかみたいな、そういう説を唱えられてる方、SNS 見て結構多いんですよ。結構多いなら違うんじゃないかなっていう勝手な勘繰りなんですけれども、ちょっと私はそういうふうに思っております。 で、あと、あの、こ,これ SNS でバズってて、私も一瞬すげえ考察って思ったら間違いだったんですけども、あずまさくやのこの名前のローマ字を入れ替えると、湯浅和夫になるっていうのが SNS で、あの、出回ってたんですよ。 嘘だったんだけどね。要は、9文字、10文字なんで、実は違ったんだけれども、これで、だから犯人は、湯浅だみたいな形でですね <laughs>、あの、一部で盛り上がっていたんですけれども、わかんないよ。これ、そのね、もしかしたらお父さんの名前が湯浅和をじゃなんかあの、別ので同じだったとかね、和馬だったら一緒なのかな確かちょっと、ちょっとわかんないんだけれども、なんか別、ちょ,ちょっと変えれば一緒にはなるんで,で、で、その可能性もゼロじゃないけれども、まあでも、そんなんで、まだ第6話が終わった、 タイミングじゃないですかなのでそれだけでこれで犯人は言わさたなったら来週終わっちゃうからそんなわけ絶対ないのでこれも多分ちょっと違うんじゃないかなというふうには思いますね。はい じゃ、その上でもう一つの疑問点。いきなり出てきたと和田源と、あと空襲号について、えー、ちょっと話をしていきたいと思うんですが、ここもね、まあ正直ってわかんない部分が多すぎるんですけれども、空襲号は、おそらく、まあ黒幕もしくは、まあ、あのー、犯罪に、一連の犯罪に関わっている、えー、人物だとは思います。の、まあだから名前なのか何なのかわかんないけれども、だと思います。なんだけれども、と和田源が、 えっと、実行犯なのかどうかとか、黒幕なのかっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないかなというふうにまあ、す。すいません、ちょっと俳優さんさせちゃったんですけど、あの、危険なビーナスにも出てた俳優さんがあの免許証ね、戸和田源の免許証にも出ていましたけれども、なので、まあまあ、活躍されて俳優さんを当てているので、まあ来週以降ちょっと出てくるとは思うんですけれども、 あのー、要は銀行口座の名義が十和田源だったっていうところから今回十和田源が浮上してきてるじゃないですかで銀行口座って俗に言うそのオレオレ詐欺的な感じであの今回その戸田一樹がお金がないからっつって顧客情報をあの持ち出してお金に変えたのと同じようにお金がないからっつってオレオレ詐欺の,その詐欺軍団に自分の口座を名義貸しみたいな感じでし、えー、てるって可能性もゼロじゃないんです かなといううに私は思うんですよね。なので、あ、わかんないわかんないけどね。ゼロじゃないかなというふうに思うので、戸わだげはあくまでも講座の名義貸しだけの選定のも、えー、と捨てきれないので、とわだげイコール空襲号っていうふうにいきなり紐づけちゃうのも、ちょっとまだまだ、えー、時期尚早かなというふうに個人的には思っています。まあ、ただ空襲号はもう確実にその、これは誰なの何なのってところはね、もう。 絶対結末までにあの最終回までには明らかになると思うんですこれがまあ黒幕と関連する何かもしくは誰かってことは間違いないだけど十和田源は目利だけ俗に言うそのだかつくもとか戸田和樹と同じようにあの我々があの犯人か犯人かというの思ったら奇遇だったと違ったという,ような可能性というのは、えー、あるんじゃないかなとなんで奇を見て森を見ずにならならにちょっと俯瞰して俯瞰して冷静に全然冷静じゃないんだけれどもちょっと冷静に見ていきたいというふうふに思います。 の上で、ちょっといろいろと見てみましたよ。なんで、まあ、多く、まあ、東朔也とか、まあ、戸田、戸和田、戸和田玄とか、この辺が、まあ、怪しいぞというふうに、まあ、盛り上がっているんですけれども、私はもう前回の動画から一貫して、怪しくないとこが怪しく見えちゃうんですよね。やっぱり、まだ6話だし、来週7話じゃないですか。だから、やっぱり、最終、ここまで綿密に伏線を張り巡らせるこ、張り巡らすことができているので、それを考えると、最終回に、あっと驚かせる結末っていうのが、 あると期待をしたいっていうのもあってなんで怪しくない人物をちょっと追っていきましょうまあ人物相関図で見ていきましょうよまず湯浅は怪しいっすねやっぱ前回のその余命3ヶ月っていうところとか含めて、まあ、湯浅は非常に怪しい現時点ではい。 だから、まあ、ま、怪しいから怪しいんですよ。<laughs> 怪しいから怪しいんだけれども、怪しいこと犯人じゃないとは言い切れないですけど、まあ、怪しい部分は非常に多いですよ。で、あのー、空襲号であるとかね、あのー、あずまが湯浅なんじゃないかって説もあるし、まあ、それがもちろんね、あの、可能性としてあるけれども、湯浅が黒幕です、ちゃんちゃんで終わるわけは、ま、ないだろうと。で、リクですね。リクは今回非常に危険な橋を渡っていて、まあ餅月、もちえっ、ー、と、中身餅ちの日高にすごく協力的だったんですけれども、なんか危ない橋を渡りすぎていて、 えとちょっととと気になるなるころがあります、まあ、もちろんアリバイがあったりとかで殺しているって可能性はまああんまりないとは思うんだけれども今回で言うとあのー 中身持月の日高が、あの、奄美大島と旅館の人と電話してるときに、東ず也やっていうふうに言った時の表情がすごく気になるんですよね。なんでそこがもちろん演出側的に、その、疑わせようとしている演出なのかもしれないけれども、やっぱちょっとリクに関してはまだ私の中では、ああ、もうリクはアリバイがあるから何にも関わってないっすね、みたいな感じでちょっとまだまだ言いにくい部分っていうのはありますね。で、ユナは今回も出てこなかったので、 まあちょっと分からない。まあ来週ちょっと日高家お父さん含めて出てくるので、でお父さんとまあ妹と、まあ、中身もちづきだけども日高3人の会話から、まあ、日高春とのその過去っていうのがより明らかになってくるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、別にあの、犯人じゃないとは言い切れません。で、私は一貫して、川原、セクハラと中身日高の えと中身望月の日だから,だから実際の望月綾子ねこの2人が犯人であることはまずないとは思っていますなのでここの2人以外はまだ一応全員怪しいというふうに勘ぐってはいるんですけれどもってなった時にまず五木十里と賀氏ですけれどもここもまだ、えー、と全然わからないで特にあの私の YouTube の視聴者さんのコメントで五木十里犯人説をこう一貫して唱えられている方とかもいるんですけれども あの犯人としての外堀は埋まっていないけれどもだから怪しいんですよ怪しいって意味でね埋まってないけれども白である確証は1ミリもないんですよでしかももしですけれどもその今って五木樹里と日高の関係中身望月だから記憶喪失になったことになってるじゃないですかだけれどもそれに仮にも気づいていたりとかしたら言ってること何から何まで嘘の可能性っていうのはゼロではないので,でそれを考えると五木、まあの線もあと富氏の線もまだ全然。 えと潰せないなというふうに個人的には思っていますで羽、まあ、幅とか五十嵐新田それから徳川この辺ももちろんちょっと、えー、怪しいなとか気になる部分特に新田なんかは怪しいって思っている方多いですよねただ新田は怪しいと思っている方が多いのでちょっと新田の可能性は少しは低い私の中では何ていうの犯人の筆頭角ではないかなというふうに思っていますでツクもはもう今拘留されている状態だから まあ何かにもしかしたら関わっているかもしれないけれども何かまだ知っている事実はありそうだけれどもうんちょっとわからない部分あの黒幕とか要はなんつうの「つくもだけが犯人でした」みたいな形で出てくることはまずないでしょうと。 いうふうに思っています。となった時に、私はやっぱり山木がまだ一番怪しいと思っちゃうんですよね。すいませんね。なんか前あの一貫してあや、一貫して山季説を推奨してるんですけれども。でね、理由が私の視聴者さんのコメント、前回の動画のコメントでもあの指摘いただいてありがたかったんですけれども、あの、人物相関図よく見てくださいよ。よーく見てください。この人物相関図を。わかりますよ,よーく見てくださいよ。アップにしますね。よく見てくださいよ。 よーく見ってる時に幅とセクハラはバディなんですけど矢印が両方向いてるんですよねそれに対して望月綾子と山木は矢印が望月から山城にしか矢印飛んでないんですよでもちろんこれ後輩って書いてあるけれどもだったら別にバディバディって書いて矢印つけりゃいいだけの話じゃないですかでこれあの公式ホームページはクリックしたらあのその人物の説明入ってるんでそこに 望月とバリオ君後輩って書けばいいだけの話なのでこれがやっぱちょっと気になっちゃうんですよねで。ってなった時にこういうご指摘がもしかしたらされるんじゃないかなと思うんですけれどもいやいやとあの要はこことここが入れ替わってるんだからだから今中身が日高なわけだからそれを考えたら。 矢印両方にする必要ないじゃん山木から上に矢印持っていく必要ないじゃん入れ替わってるんだからっていうふうに思われる方いらっしゃると思うんですけどもこっちを矢印上にいってるんですよねこことここが入れ替わっていて入れ替わっているからこそ矢印をその,その上の人間に向,向いちゃダメっていう法則はここで崩れてるわけですよ、ね、崩れてるわけなのでそれを考えると山木から望月に矢印をこう上につけない理由がないっていうところが気になるのでここのところはちょっと えと気になる部分ではあります、まあ、これはその要は外堀というかさっき私自分で言っといたあれなんだけれどもその要は物語の,主張あの物語の登場人物たちができる考察ではないのでもちろん外側の話ではあるんだけれどもでもやっぱり山木ありいんですよね。ていうのは今回山木はアリバイがあったって言ってる方も結構まあいらっしゃるしもちろんその可能性の方が高いかもしれないんだけども私としては山木が。 中身望月の日高と一緒にいたから犯行に及べなかったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。で言っても多分この後であるとか、まあとはもう夜明け前かその前とかに何か来週また別のねタバコつくまれてる殺人事件起きてたけれども、まあ、それを起こすことはできなくはないと思うんですよどっかの隙間時間であるとか前日とか次の日とかね、まあ、新月の関係もあるけれども。なので やっぱりちょっと山木怪しいなっていうふうに思うんですよ。ってなった時に、いやいやと。いやいや、その、要は山木と中身持月の日高と、その家の前で張り込んでいた時に、その黒ずくめの怪しい男が歩いてきたじゃないか。あいつが犯人だ。多分あいつは湯さじゃないか。この説非常に多いんですよ。わか,かんないよ。その説、その可能性も,もちろんあるんだけれども、私の解釈としては、あれは単純に、家の前というか、なんですよ。車を止めて、あんなね、あの、通り沿いに人が立ってこんな風にやってたら、 横通りたくないんですよね私だったら私がもしそのなんその黒ずくめの男で別に犯人でも何でもなく散歩してるだけだとしたらな,なんか人いるから別のルートいい子みたいな形で動く気もするんですよね。で、あまりにあれが怪しくその描かれていたので。 要は今回その9の数字スプレーで書いてたのただ単に雇われたお兄ちゃんだったじゃないですかだからそういった形で実はあれも怪しく見えてどう見ても後ろ姿は湯浅だというふうに思わせておいて実はそうでもないっていう方の可能性が高いんじゃないかなと今の時点ではちょっと思っていますなのでうーんだから山木だけが関わっているかっていうは分からないけれどもまだちょっとね やっっぱりヤマキを白って私はでできないんですね陸の方がまだ白の可能性もあるし陸はそのちょっとなんうのちょいちょいその東朔也って名前聞いた時に怪しく怪しい表情を浮かべたりとかあまりにこう中に突っ込んできているから逆に怪しいってところあるんだけれども山木は一貫してポンコツな感じを見せているのでうーん他の人物に怪しい側面がいろいろとあるからこそ山キとかきの怪しくないっていうのが怪しいと私は 思っちゃいますね。はい。で、あと、えっ、ー、と、まあ、気になったのが、ノートの切れ端のラブレターについてなんですけれども、これは、えっ、ー、と、中身もちの日高と、 五木樹里と妹の優なと3人との会話でノートの切れ端なんかに女の子がラブレター書かないよっていう、えー、セリフっていうかのやりとりがありましたよねってことを考えるとノートの切れ端を手紙に使うっていうのは男の子の可能性があるんじゃないかなとってことを考えると男の子から女の子もしくは男の子から男の子への手紙の可能性っていうのがあるのかなというふうに思いますってことを考えると やっぱりなんかこのさっき出した図ですけれども、まあ、もう1人やっぱ入れ替わりに関わっている人物、これが女性だと思うんだけれども、まあ、ジェンダーフリーのことも考えて、女性とは言い切れない部分もまあ,ありますよと、まあ、とりあえずもう1人やっぱでも入れ替わりに関わっているって人物はんいるんじゃないかなと、個人的には思います、もしかしたらそれが奄美大島じゃないや、えっと、階段から落ちたおじいちゃんかもしれないけれども、ちょっとその辺は気になる部分ではございます。はい、じゃそのの上ででちょょっと来週のストーリーリを読んでみましょう はい綾、えー、子日高は身元不明の遺体の中から東朔也という人物を探していた、えーひえー、日高綾子と川原もその名前にたどり着くが事件とのつながりは見えてこない一体何者なのか陸からの情報を手がかりに殺人の共犯かもしれない空襲号が現れるのを待って歩道橋で張り込む日高綾子しかしやってきたのは綾子日高で点々々とある日日高綾子のもとに息子が記憶喪失になったと聞いて心配した父・光留から連絡が入る えとなので、お父さんが余命うんぬんとかではなさそうですよね。で、えー、妹のユナと実家へ行った日高綾子は、みつるから日高に関する意外な過去を聞かされるのだった。そして、その頃誰にも発見されていない新たな犠牲者が点々って。で、この新たな犠牲者を殺す時間がにあ、あ山木とか陸にあると、うーんって、やっぱり、あと、イツキとか、ね、あにあると、うーんってちょっと思う部分っていうのは、ありますね私個人としては。で、あと、 えっと、池袋で、要は9の,の数字を書くように依頼してきた40代の,あのおじさんっていうのが今回、キーワード出てきて、そうすると40代のおじさんはこい,こいつとこいつとこいつとこいつみたいな形でですね、リスト上げられてる方もいるんですけれども、まあ、それ自体が嘘だったりとか、40代のおじさんを装った誰かとか、もしくは40代のおじさんは本当だけど、その人が黒幕でない可能性っていうのもあるので、 現時点であの言葉を信じすぎて40代の男性のみにおじさんのみに犯人を絞るのはちょっとまだ怖いかなというふうに思います。もうとにかく私はヤマキの矢印とヤマキが今回そのいたから死ななかったんじゃないかっていう疑いと あまりに山崎が怪しくないので怪しいという風に思っちゃって、そこがまず消したい。とにかく消したい。逆に言うとそれが消せれば、ちょっと犯人にはたどり着ける気もするんだけれども、ただ多分その前何回も言ってる通り、犯人であるとか誰と誰と誰が入れ替わっているかとかの前に、その殺されている人物たちのことを恨んでる誰かもしくは勢力グループっていうのが殺しているって可能性は多分ありますので、それがま何なのかその目的もしくはそこの過去にあった。 ものは何なのかってところがですね、えー、来週以降注目のポイントなんじゃないかなというふうに思ってますえっとまあ来週の予告編見るといろいろとちょっと気になるものが多くてですねまあ、あとはその日高のお父さんがお母さんに言われたんだよみたいなセリフがあってじゃあお母さんは何を言っていたのかとか、えー、部分も気になりますしなんか出てけみたいな形でですねちょっと暴れている初老の男性とかもいたので ちょっと分からない部分が多いんですけれども、まあ、東朔也が果たしてどれぐらいその中に入ってくるのかってところは注目のポイント。だけれども、もう第7話ですから、第7話に来週入っていきますので、それを考えると、やっぱり第1話から、ね、もう後半戦だから今、1話から5話の間に、 うん日高以外に関わってる人物はふ普通に考えれば私出てると思うんですよねだからやっぱだからそれもあって山木とか樹とかがまだ潰せないで陸もまだ潰せないだから私の中では前回の動画から今回の動画ここ進歩がなくて申し訳ないんですけども中身望月の日高とセクハラの2名しか私はまだ白っていうふうには断言できない。 っていいうののが、えー、今回の結末でございます。つまり今回も犯人は <laughs> 分からないっていう <laughs> すいませんなかなかと喋っていたらですよ。でも私はまだちょっと山季節を押したいので今回もぜひ皆さんご意見くださいそして私の動画のコメント欄は皆さんのディスカッションに使っていただいて結構ですのでどんどん使ってくださいあの今回も使いまくってる方いらっしゃいますのでどんどん使ってください喧嘩だけはしないでくださいね喧嘩今のところないお行儀皆さんやっていただいてるんで大丈夫なんですけどもどん,どん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 コメント欄使っていただいて結構でございますので来週以降も楽しんでいきましょう絶対来週も予想外の ことが起きるはずでございます。はい、以上になります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。